まあ気合を入れてみましたが、ご主人様はいささか混乱気味のご様子であれば、気軽に回復と参りましょう。お気づきかと存じますが、マイルームとは規制から逃れるための仮の名前。その本質はズバリ温泉宿のごとしなのです。その名も人たまもの宿。このは疲労回復に出陣準備、コードキャスト装備にデータ閲覧に、ご主人様が望むなら夜の会話もバッチコーイ。そんな万能空間がこのマイルームですので、お疲れでしたらご遠慮なさらず、ほんの少しばかりのご休憩をば。あん、それとも1時間だけのレストと言わず1泊レストでもたまも構わないのですけど。それはもう女王だなんだと言ってみても、所詮は私一介の美女にすぎませんし、愛するご主人様と寄り添う以上に大切なものなどございましょうか。いえ、ありはしないのです。懐かしいものです、こうしてまた戦うことになろうとは。あ、でもそれほど昔でもないのですよ。月の聖杯戦争が行われていたのは、多くの出会いがありました。別れも同じく、どこかの狭間で行われていたものもあったような、なかったような。それは当然でございます。今の私はこの千年鏡の主、おいそれと自我を晒すわけには参りません。この部屋、マスターと二人きりになれる場でしか元の私には戻らぬと誓ったのです。ですので、どうかご了承くださいませ。他の方々に気を張っているとか、大元の字が出ているとか、なんか久しぶりに振り切ってみたら割と楽しくてノリノリになってるとか、そういうわけではないのです。何があろうと、私はあなた様のサーヴァント、女王の時間と女の時間を分けていると思ってくださいまし。